第28章、ゾーラム人とラミアンプトム。ゾーラム人はかつては神の教会の一員でしたが、邪悪になり偶像を拝んでいました。ニーファイ人はゾーラム人がレーマン人と交わるのを恐れました。そこでアルマは宣教師を連れてゾーラム人に神の言葉を教えに行きました。宣教師たちはゾーラム人が街道という建物でしている礼拝の方法にとても驚きました。ゾーラム人は街道の真ん中にラミアンプトムという名前の高い台を建てていたのです。その台のてっぺんは人が一人立てるだけの大きさでした。ゾーラム人は順番にこの台の上に立ち、両手を天に伸ばして大声で同じ祈りを捧げました。その祈りの中でゾーラム人は、神はただの霊であって体はない、キリストもいないと言いました。その上、自分たちだけは神から選ばれて天の王国に救われると信じ、自分たちが特別な民であることに感謝していました。ゾーラム人は祈りを済ませて家に帰ってしまうと、1週間神のことを話もしなければお祈りもしませんでした。お金持ちのゾーラム人たちは金銀のことばかり考えていて、この世の富を自慢していました。そのようなありさまを見てアルマはとても悲しくなりました。アルマは自分と宣教師たちに力と慰めとを与え、伝道が成功するようにとお祈りしました。ゾーラム人を真理の道に連れ戻すことができるように願い求めると、アルマと宣教師たちは聖霊に満たされました。宣教師たちはそれぞれ伝道に出かけていきました。神は彼らに食べ物や着るものを与え、伝道する力をお与えになりました。貧しいゾーラム人は神を礼拝するために街道へ入ることを許されていませんでした。この人たちは宣教師の話を聞くようになりました。大勢の人々がやってきて、どうしたらよいかと聞きました。そこでアルマは言いました。街道の中でなくてもお祈りをし、神を礼拝することはできます。アルマは神に信仰を持つように教えました。その後、アミュレクがイエス・キリストと全ての人のために与えられた神の計画について話しました。宣教師たちが去った後、宣教師の教えを信じたゾーラム人たちは町から追い出されてしまいました。彼らはアンモンの民と一緒にジェルシオンの地へ移り住みました。悪いゾーラム人たちはジェルシオンに住むアンモンの民を脅しましたが、アンモンの民は正しいゾーラム人に食べ物や着るものを与え、住むための土地を譲り与えました。